周りの人に気にしちゃうじゃないけど、うん、そのくらい悩んじゃう子もいるんだけど、もうこれ半端ないです、こっちは。もうそんなもんじゃないですよ。セルデカ TV! 先生、今回は、はい、結構女性の方々が気になると思うんですけど、女性器、あそこについていろいろお伺いしたいと思います。はい。で、実際に、ツイッターの方でアンケートを取ったところ、女性の三大あそこ気になる問題があります。おー、そう、それすごいっすね、また。一番はやっぱり、外見。あー。見た目の話ですね。ちょっと変えちゃいます。二つ目は、そうですね、匂いと、脱毛について多いよね、匂いね。で、3つ目は機能面ですね、膣の中の話。がトップ3で女性だと気になるっていう結果が出ました。先生、じゃあ教えてください。ちょっとこれ1個ずつ答えていこうと思うんですけど、やっぱし僕性感染症のクリニックやってるんで、もう毎日のようにたくさん女性器見てきて、やっぱり皆さん言われるの、確かにこの3つってものすごく多いです。まず外見なんだけど、やっぱり外見っていうと大きかったり小さかったりとか、あとは形とか、あと色を気にする人がいるんだけど、基本的にはまあどんな形でもっていうのはもう個人差あるんで、まあその辺は全然気にしなくていいってことが多いです。僕らちょっと性病の視点から見させてもらうと、まずその外見ね、僕ら診察で何見てると思います？ブツブツがあるかどうか。そうだよね。あと皮膚をすごく見てるんですよ、うん、外見でその大小とか、あと形の左右差とか色とかっていうのはもう美容外科の方に。それはだから健康でも形が気になるっていうのは一重を二重するのと同じなので、美容外科の方に行ってもらわなきゃいけないんだけど、やっぱ皮膚に障害があったら皮膚科に行ったり、あるいは性病であればうちに来るってことですね。まず皮膚を見てます。じゃあ皮膚がどんな感じだとおかしいと思います？俺いつも同じ話になってる、最近。出来物シリーズなんですよ。出来物シリーズって何かといえば、梅毒、梅毒、ヘルペス、はい、コジローマ。そうだよね。で、梅毒とヘルペスは今同時に言ってくれたんだけど、なんか共通点ありますか？そうですね、症状がちょっとぶれてる。うん、そうですね。で、部位によって女性器のどこの部位に、その梅毒とかヘルペスとかコジローマができるかっていうのは前の動画でやってるんで、よかったら見てください。で、今日はじゃあ何を伝えるかっていうと、外見でどういう風に見えるかっていうと、梅毒とヘルペスは、まあ、潰瘍って言ってえぐれるんだよね、こうやって、ね。皮膚面からこうやってえぐれちゃう。で、こう真皮層まで見えちゃうと、この真ん中は白く見えるわけ。で、周りはちょっと炎症で赤く見えるわけ。だから周りが赤で中が白っていう状態だったら、潰瘍ですね、潰瘍。胃潰瘍の潰瘍です。胃潰瘍もほら、胃の粘膜がえぐれちゃって、それで、海洋のうち。で、その粘膜面、胃のこうやって粘膜面がこうやって何層にもなってるんだけど、そこはこうやってえぐれちゃうと海洋になる。一方、コンジローマはどうなりますか？コンジローマはもうニキビみたいな。そうですね。上に出来上がるんだよね。だから結節ってこれは言うんだけど、難しい言葉だと結節。で、こうやって盛り上がってきたら、やっぱりコンジローマなんだよね。だから患者さんとお話してて、なんか出来物あるんですって言われたら、それは凹んでるんですか？それとも出っ張ってるんですかっていうので、どんな病気かなっていうのが会話の中で分かってくるっていうことです。外見は大体、悩むところはこんなもんです。で、前も言ったけど、外見でこの性病じゃない皮膚科の病気もあるし、例えばベーチェット病とかね、そういうのだと陰部潰瘍って同じように梅毒とかのようにえぐれるんだけど、それは性病じゃないです。あとは毛嚢炎とかでもね、来る人いるんだけど、ニキビがなんかおかしいって言ってくるんだけど、あ、これただのニキビだねってなるので、その辺は、除外します。OK。じゃあこれが1番。で、2番の匂いとか脱毛。これ匂いって、まず、なんか何が原因だと思います？匂いは、生理とか関係ありますよね、うん、周期。確かに、ね。生理って、どこから血が出ますか？子宮。うん。子宮でその次どこを通って出るか。膣。そうですよね。だからまあ、まず原因として、まあ場所でもあれなんだけど、まず膣の、匂いってのはあるよね。他はなんか匂いの、股間が匂うというか、それの、うん、原因ってなんかありますか？あとな、やっぱり、皮膚の赤？うんうんうん、皮膚。まあ赤とか、まあ汗とかね。うん。まあ股間の赤とか汗とか。で、3個目。これなんだろう。毛。そうや。まあ毛っていうのは広い意味では皮膚なんで、皮膚の付属器なんだけど、毛が匂うってやつですね。で、毛の場合は、やっぱしおしっことか便とかが、ちょっとこう毛に絡んじゃってとか、ついちゃって、匂うってことがありますよね。だから、匂いの原因の一つとして、まあ脱毛するっていうのは一つ答えにはなってるということ。その次に、まあ皮膚赤とか、
ていうのは、ちゃんと清潔にするってことが大事です。で、どこを清潔にした方がいいか。で、どの部位が汚れが溜まりやすいかっていうのは、前回の動画で話しているので、よかったら見てください。で、あと一番が、一番これ実は重要です。膣の話。で、膣の中でも、生理とか、まあ、その、生周期で変わってくるような匂いっていうのは、ホルモンが減っちゃって、バイ菌がちょっと増えちゃって、膣の状態が悪いので、なるんだけど、これはね、そんな異常じゃないんですよ。まあ、嫌な感じっていうのはあると思うんだけど、僕が言ってる異常っていうのは、こっち病気の方なんだけど、病気で言うと、どんな病気がありますか？雑菌から起こる。そうそう。細菌性膣症です。そうそうそう。あとは。そうそう。で、これは、性感染症関連疾患って言って、で、必ずしもセックスしてなくても、自分がストレス感じたりとか、あと指入れだけとか、でもなるっていう。ちょっと不衛生だったりとか、ストレス感じてるとなるってやつですね。とか、あとはトリコモナスですね。で、じゃあ、この匂いとこの匂いってどんくらい違うのって言うじゃない。で、女性の中では、すごく生理の匂いも気になっちゃってとか、ちょっと周りの人に気にしちゃうじゃないけど、そんくらい悩んじゃう子もいるんだけど、もうこれ半端ないです、こっちは。もうそんなもんじゃないですよ。うちに来たら、例えば部屋中、もう充満するような匂いって感じ。じゃあもう、わかるんですね。もう全然違う、そのトリコモナスと、この生理とか。だから、私のこの匂い異常ですかっていう女の子結構来るんだけど、これはそうでもないなっていう感じ。でもやっぱり女性としたら、エッチするときに、相手の人になんか匂い、そうなんですね、少しでもなかったら、それが嫌で悩んでる人が多い。そうなのよ。で、例えばこの匂いって自分で嫌だなって思う女の子もいるし、あとは彼氏から匂うから行ってこいって言われたっていう子も結構いるんですよ。だからまあいろんなパターンがあるんだけど、僕らが考えるのは、まあ自覚症状、多覚症状っていうその匂いに関してはね、ご本人がどのくらいによってるかっていうのとか、あとは我々がによってみてどのくらいなのかっていうので見るしかない。で、僕がこれ普段よくやってるのは、多覚症状があればもう絶対におかしいんだけど、多覚症状があって自覚症状がないっていう場合は、あ、この子はそんなに気にしてないんだっていうふうに思う時があるんです。これいろんなパターンあるんだけど、で、自覚症状があって僕がによってもそうでもないなって思う時も、これは尊重しなきゃいけないわけ。大丈夫だよとか言っちゃうと、なんかまたもっと内向的になっちゃうから、あ、じゃあ匂いだったらちょっと治療してみようって言って、膣上とかでやっていくと、雑菌倒す膣上があるんで、そうするとすごい良くなったりとかします。とにかくその自覚症状がおかしかったらそれを助けるし、多覚症状があったらちょっと匂うとか聞いてみて、でも本人がいいですってなっちゃったら、まあそれ以上は進めないんだけど、まずは客観的に雑菌を見てみちゃう。そんな感じで治療していきます。で、あとね、さっきのこの違いでもう一個あれなのが、こっちの細菌性膣症はもう年中って感じです。ずっとおかしいっていう感じ。だからやっぱ病的だねってなって治療の対象になります。あと最後、機能面。これ結構いろいろあるんですけど、うちのクリニックに来る人って結構多いのが、やっぱ性交痛が多いですね。で、性交痛の原因も、まあ、濡れにくいとか、個人差もあるし、いろんな原因があるんだけど、中でも、やっぱし、クラミジアとか、あとは、まあ、淋病とか、マイコとか、まあ、そういうところ、この辺ってさ、また全然違う性病じゃないですか。これで、やっぱし、その、治療した後に、この性交痛が良くなるっていう人は結構多いんですよ。だからちょっと性交痛ある人は、ちょっとやってみた方がいいと思います。今は結構いろんな技術があるから、機能面で困ってたら、とりあえず、美容の方行きますけど、もしかしたら、うちで治せる病気が潜んでるかもしれない。そうそうそう。例えばね、今結構流行ってるのは、膣トレとか、その膣配布とか、そうやってその、膣の中の、その筋肉を整えたり、膣の状態を改善しようっていうのは結構流行ってるんだけど、例えば性行為をしてなくて、そういうのが気になる人は、そこでトレーニングしたりとかしたらすごくいいと思うんだけど、実際性行為をしてる人っていうのは、まずはやっぱバイ菌を調べてほしいです。僕の立場から言うと。で、バイ菌がいないのに、それでもなんか機能面おかしいなとかね、膣がちょっとこう、濡れにくくなっちゃって、前はもっと濡れやすかったのにとか、前は痛くなかったのに痛くなっちゃうとかだったら、トレーニングの方がいいかなと思うんだけど、まずはバイ菌がいればそれはもう病気なので、性病のチェックっていうのは、まずやることかな。すごい女性の結構考えてることを先生に解決してもらった感じがあります。女性器の悩みってやっぱ多いっすよね。みんなが少しは何かしら思ったり、あんまり人と話すことじゃないのですごく助かりました。このようにこのチャンネルでは正しく性知識についてのり先生と発信していきます。チャンネル登録お願いします。一人で悩まないでね。このようにこのチャンネルでは性感染…